貯金下ろしに行く前に持ち物を確認しておこう。あースタートでサブ画面開いてカーソルの移動、よし、必要なものは揃ってるな。そろそろ行くか。L1 で切り替えて、あらら、居眠りしてる。ここはアップスにとっても問題なさそうだな。とっさんに変装とかしたら、ややこしい赤外線センサーつけちゃって、ちゃんと持ってこれるんだな、これが赤外線スコープ。赤外線スコープを装備した状態。あ、なるほどね、オッケー。なるほど、カメラ、赤外線スク、え、これ絶対面白いじゃん。ワイヤーとかもあるぞ。あぶね、あ、え、赤外線スコープあるけど違うんだって、違うんだって、これコントローラーがぶっ壊れてんの。飲酒だ、捕まえろ。てててて、ルパンザさーありっていうあの CM のあれ使ってほしいな、あれは好きだったわ。デレデレデレデデデレデデデデデデレデデデレデロード10時間ぐらいかかるからよろしく。戦闘シーンはないんだ。戦闘シーン行こうか。真面目に行きますか。丸押してツール赤外線スコープ、これね視点をね右に向けらんねえんだよ。やべえ、もうな、今ダッシュウォークになった、ウォークに。はい、走るにして、あぶね、やばい、多分このゲーム実際にプレイしてる時間にロードしてる時間の方が長いだろうな、俺の実況。まずはここを通らないとな。ここまであからさまに違う床だと仕掛けがバレバレだぜ。さて床がダメな時は何を使うかな。なるほどな、ワイヤーな。へえ、で、続いて本日最後のゲームになります。